春閣の墓春閣寺称三年三月二日は平安時代後期の新言宗の僧。僧位の僧図を冠して春閣僧図と呼ばれることも多い。村上源氏の出身で父は小寺野の法院官宮尾。母は最小局。姉妹に大納言局。小白川法王の側近で保守執行の地位にあった。安元三年、藤原成り 西高らの兵士打倒の陰謀に加わって、獅子形にの春閣の山荘で密議が行われた。だが、密告により陰謀は露見し、春閣は藤原成常、平安寄と共に、機械が島へ配慮された。原平清水記によると、藤原成地は、松の前、鶴の前という二人の天井堂を使って、春閣を獅子形にの陰謀に加担させたということになっている。 松の前は美人だが愛情の足りない女で、鶴の前は不美人だが愛情に溢れた女であった。成地下がこの二人に春閣の酒の相手をさせたところ、鶴の前に心を寄せて女児を産ませた。すっかり鶴の前に心を奪われた春閣は無本に加担することを同意したのだという。平家物語によると、 機械が島に流された後の春閣ら三人は、傍境の日々を過ごし、成常と安よりは千本の外場を作り海に流す、ことを発信するが、春閣はこれに加わらなかった。やがて、一本の外場が、秋国いつ島に流れ着く。これに心を打たれた、平の清盛は、高倉天皇の中宮のとなっている、娘の徳子の安山祈願の恩社を行う。 翌自称2年に船が機械ヶ島にやってくるがなりつねと、安よりのみが許されており、春閣は防御の長本人という理由から許されず、島に一人取り残された。春閣は絶望して、帰還に暮れる。翌自称3年、春閣の児童だったアリオが機械ヶ島を訪れ、変わり果てた姿の春閣と再会した。アリオから、娘の手紙を受け取った春閣は死を決意して、 食を立ち違いした。アリオは、機械ヶ島より、春閣の灰骨を経へ持ち帰った。春閣が流された、機械ヶ島の場所については、鹿児島県鹿児島郡三島村の洋島と、鹿児島県大島郡機械町の機械島には、春閣の墓と、銅像、長崎県長崎市の伊王島に墓があり、諸説ありはっきりしていない。なお、伊王島にはかつて、 瞬革旧邸宅跡の石踏みが残されていた。また、密かに島を脱出したという説も多く、鹿児島県役根市や出水市、佐賀県佐賀市などにも瞬革に関する言い伝えが残っている。ありがとうございます。